アイコンをきちんと整理しておくと目的のアプリが素早く見つかるようになって作業効率もアップします。で、一番よく使うものはここに入れておくべきなんですが、こんにちは、戸田悟です。今回はこちら iPad のコンテンツです。 iPad アプリをたくさんインストールしてもうごちゃごちゃになって見つけづらいよっていう方多いと思います。まあ、僕もそうだったんですけれども、上手な整理の仕方を考えて実践したらだいぶ快適に使えるようになりました。そもそも iPad って iPhone に比べるとですね、まあ、面積が広くてアイコンもいっぱい並んでるのでアプリ見つけづらいんですよね。ということでフォルダーももちろん利用して快適に整理する方法を紹介します。もちろん最初の一歩から、つまりアプリの位置の動かし方とかフォルダーの作り方から始まって上手な整理方法までを紹介していきますので、ぜひご覧ください。 iPad のアプリ、まあアプリアイコンですね、の整理の方法を紹介します。アイコンをきちんと整理しておくと目的のアプリが素早く見つかってるようになって作業効率もアップします。で、iPad の場合はですね、 iPhone とは違って結構設定項目があるのでそこから説明します。ちなみに iPhone のアイコンアプリを整理する動画も別途アップしてますので、ご利用の方はぜひそちらもご覧ください。まず設定をしておきましょう。ここにですね、アイコンが今これ全部フルにアイコン表示されてるんですけども、5個の5個25個ですね、123451234566、あ、ごめんなさい、5個の6個30個表示されています。で、この数を変更することができます。で、これはですね、ここですね、どこかというと設定アプリを開いて、こちら一般のちょっと下にあるホーム画面とドックというのがあります。で、今多くになってますが、これを大きくに変えてみましょう。そうするとですね、はい、今度は1,2,3,4 5個の 1,2,3 4つ20個になります。で、このように今これ下点々ちょっとちっちゃいんですけれども、見ると分かるように 1,2,3,4 ページでに構成されてます。で、今度多くするとですね、数が増えて3ページに減ります。つまりアイコンの数を多くする、まあ当たり前ですけれども、をたくさんアプリアイコンがある人は1ページに表示できるアイコンの数を少なくするとページ数がどんどん増えてスライドする数が多くなってしまうんですね。なので、そうですね、まあこれアプリのサイズとしては小さい方でも十分見やすいと思いますので、アイコンのサイズとしては小さい方でも十分見やすいと思いますので、まあ設定は多くにしておくことをお勧めします。さて、続いてもう一つ設定をしていきましょう。同じように設定を開いて、こちらですね、ホーム画面とドックからですね、これ今日の表示をホーム画面に固定というのがあります。で、これをオンにするとですね、このようにここに今日の表示が表示されます。はい。で、これ何かというとですね、最近使った何かファイルですとか、それから、Siri の提案とかですね、あと天気とかがですね、ごめんなさい、反応しちゃいましたけど、天気など、あとバッテリーの残量とかですね、Apple Pencil を含めて表示されます。で、これ便利なので、僕は固定して表示してますが、固定して表示しなくてもですね、これオフにすると固定して、今日のアプリを、はい、オフにするとですね、はい、このように表示されなくなりますが、スライドすると出てきます。なので、どちらでもいいんですが、僕は、これを表示したところでアプリの数変わらないので、はい、僕は表示するようにしています。さて、もう一つ紹介しましょう。今度はですね、これですね。おすすめアプリ、最近使用したアプリをドックに表示と。で、これ今ドックがあるんですけれども、この下ですね、ドックというのはホーム画面スライドしても変わらないんです。このエリアはつまりすごくよく使うものを表示する場所なんですが、最近使用したアプリをここに3つ出てるんですね。で、これを表示をしないようにするとですね、このように自分が登録したアプリだけドックに表示されるんです。ただこれはおすすめしません。なぜかというとですね、iPad の特徴ってマルチタスキングにあるんですね。こう何か開いてるときに、開いてるときにですね、ドックからスライドするとこのようにマルチタスキングができるわけです。で、これはですね、最近使ったアプリがないとですね、一登録しないと表示できないんですよ。はい、例えば Excel に対してブラウザをマルチタスキングするようであれば、こちらからこのようにマルチタスキングできるんですね。ところが、先にブラウザを開いておいて Excel をマルチタスキングしようとしてももうできないんですよ。 Excel が表示されないので。で、そこでさっき紹介したこちらですね、おすすめアプリ、最近使用したアプリをドックに表示をオンにします。すると Excel がここに出てきますから、ブラウザを開いていても Excel が出るので Excel をマルチタスキングで表示できると。はい、ですので、まあ
このですね、ドックの設定でおすすめ最近使用したアプリドックの表示はオンにしておくことをおすすめします。で、まあ、僕はこちらもオンにしております。で、上はまあ好みで設定していただければと思います。さて、続いて整理の仕方を紹介しましょう。まずですね、このフォルダーですね、フォルダーの作り方について説明します。まあこれ iPhone と一緒で簡単なんですが、基本ということで、まずフォルダーを作りたいアプリのアイコンを長押します。するとこうゆらゆらっと揺れてバツが表示されますから、この状態で重ねます。はい、するとフォルダーが作れました。で、このフォルダーにアプリを入れたいときはまたこうやって重ねれば OK です。で、出したいときは出せば、はい、はい、このように出せばフォルダーからアプリを出すことができます。で、フォルダーを消したいときはですね、このアプリみんな出してしまえばフォルダーは消滅します。まあ簡単ですよね。これでフォルダーを作ることができます。で、フォルダーの名前も変えられますから、この状態で変えることができるので、はい、好みに応じて変えてください。で、最後に完了を押せば作業終了です。はい、で、まあ僕はどのようにフォルダーを使ってるかというとですね、基本的にはまあこんな風に並べてることが多いんですけれども、フォルダーはアプリのカテゴリーごとに分けて入れられるものを入れてるんですね。で、ちょっとこれ間違ってるんですが、ここにしたいんですけれども、要するにフォルダーは上にまとめてるわけです。で、フォルダーに、例えばこれ Google というフォルダーには Google 系のアプリが入ってます。で、これは結局記憶なんですよ。自分で探しやすい方法でフォルダーにまとめると、例えば Adobe とかですね、それから、例えばこちらには Microsoft ってありますけれども、これ Microsoft の Office 系なんかが入ってます。で、僕の中では例えば OneNote とか Excel っていうのはもう Microsoft だなっていうのが分かってるんですよ。でも例えばこれ OneNote をノートっていうフォルダーに入れて、 Excel を例えばビジネスソフトとか表計算っていうフォルダーに入れてもいいと思います。この辺はもう自由に自分が見つけやすいようにすればいいと思っています。で、僕の場合はですね、あ、これもですね、最近これインストールしたオフィスなんですけれども、はい、ここにありますけれども、ちょっとここがポイントで、まずアプリを整理するときに これがですね1ページ目なんですね。で、ここは何かっていうと、これ iPad を買って最初のままに、まあ、なるべく近い状態にしてるんですけども、何らかのアプリをインストールしたときに、ちょっとアプリインストールしてみましょうか。何でもいいんですけれども、で、ここにしましょうか。そこにちょっとつなぎますよ。これなかなかいいアプリなんですよね。これ iPhone でインストールしてあるので、まあ、雲のマーク出てましたけども、このアプリをインストールします。はい、インストールしました。するとですね、まあご存知の方多いと思うんですけども、アプリってここに入るんですよ。つまり1ページ目にはアプリ入んないんですね、インストールしたときに。もちろんこれを編集状態にして持っていけばここに置くこともできます、このように。ただインストールしたときには最初に入らないんですよ。なので僕はここはもう標準の状態になるべく近いようにしたままにしてあります。で、まあ基本的にはここによく使うアプリを入れるのもおすすめなんですけども、僕の場合は仕事からちょっと標準で撮影しなければいけないことが多いので、こういうふうにしてますが、もし撮影を僕はしないのでよければ、ここには一番よく使うアプリを持ってくるようにしてます。で、実際にはだから僕はここによく使うアプリを入れてるんですが、ポイントはここで下を開けてるんですよ。これなぜかというと、アプリをインストールした時にページ数が多いとどこに入ったかが分かんなくなっちゃって、整理する時に探さなきゃならないようにぐちゃぐちゃになっちゃうんですね。で、ここを開けておけば、ちょっと例えば1週間か2週間ごとにアプリ整理しようかなと思った時に、ここを見ればですね、この辺が最近入れたアプリなんですよ。で、まあ僕の場合下2行なんですけれども、で、これ最近入れたオフィスをじゃあここに動かそうかなと。はい、ごめんなさい、ちょっとずれちゃいました。で、これはですね、こっちのページに、あ、このようにですね、失敗したらこうやって出せばいいんですね。はい、この辺に置いとくかと。このように整理ができるわけです。ですので、ここを開けとく。2ページ目の下を開けておいて、ここがある程度いっぱいになってきたら、アイコン整理、まあ、アプリの整理も同じですけども、アプリを整理しようというふうに思えば、快適に使えるわけです。で、ちなみに、Teams も当然、Microsoft なんですが、僕の中の位置づけとしては Teams よく使うので、フォルダに入れてもね、面倒なんですね。なので、よく使うアプリはこのように外に出してます。で、最近エヴァノート使わないので、ノートというところにそろそろしまっちゃおうかなとか考えてます。で、まあこれもですね、あまり使わないので、本来の整理であれば僕の場合は横にこうやって持っていきたいなという感じで、すいません、僕自身も完璧に常に整理しきれてるわけではなくて、暇を見て整理をしている状態です。はい、で、使い慣れてる方はですね、すでにご存知だと思うんですけれども、まず
一番よく使うアプリってここに入れておくべきなんですね、ドックのここに。今これ Netflix 入ってますけれども、これをですね、これ出すこともできます。はい、でまた長押しして、これちなみにここで編集、ホーム画面を編集をしても移動できるようになるので、これで、はい、ここに入れることもできます。で一番よく使うものはここに入れておくべきなんですが、マルチタスキングに使うものは本当は入れといた方が便利なんですよね。だから僕の場合、本来は Netflix はここに入れるか、ここにこうやって出しといてもいいと思います。はい、であとですね、ちょっと位置の問題っていうのがありまして、で僕の場合はですね、アプリを、まあ多くの方そうだと思うんですけど、アプリってなんか場所で覚えること多いと思うんですよね。例えばエヴァノートを使おうと思った時に、この角にあるよっていうふうにこう覚えておくと、パッとアプリを起動できるんですよ。で僕の場合は角とか、それから左側なんですよね。でこの写真合成アプリと、この写真に文字をレイアウトするアプリよく使うんですけれども、これ今ここにあるんですけれども、僕の個人的な本来の位置としては多分ですね、ここの方が使いやすいんです。なのでこうやって移動していただけると良いと思うんですけれども、つまり上にフォルダーがある、上の角2つで写真の編集をして、例えば YouTube のタイトルに載せられるよっていうのがここに分かるわけです。で YouTube のこの2つもよく使うんだとしたら、これは例えばこっちの角に持ってくると、はい、角に持ってくるとですね、ここにある、ここにあるっていうのが自分で意識できますから、素早く起動できるはずです。はい、でですね、ポイントなんですけれども、これをですね、下のこの辺に持ってくると結構動いちゃう確率が高いんですよ。上という上にあるほどアプリ動かないので、こういう上ですね、なるべくよく使うものは上の位置に持ってきた方がいいんですね。ですから例えばスラックの方が、あとウェット角ですね、ですからこの場合スラックをすごくよく使うのであれば、スラックをこっちに持ってきた方がいいと思います。そうするとスラックは2ページ目の右上の角だっていうのがこう頭の中で常に分かるようになってきますから、このように工夫してちょっとアプリを動かしてみてください。さてアプリの容量とちょっと整理の話をしたいんですけれども、この設定を起動します。するとですね、ここに一般があります。で一般の中で iPad ストレージとかありますから、ここをタップします。するとですね、このようにストレージの容量が表示されるんですね。でこれ今 256GB の iPad で 73GB 消費しているわけです。これを見て何が分かるかっていうとですね、もう 64GB の iPad では僕は足りてないわけですよね。まあ実はこれ整理したばっかりなので結構空いてますけれども、実は128でも足りないんです。でこれを見てですね、自分の容量分かります。これまで容量こんな空いてますから整理する必要ないんですが、たまたま整理してしまったので、で整理したい場合はですね、ここでいろいろと使い、整理していくといいんですけれども、この使用のアプリを取り除くというのを有効にするとですね、しばらく使ってないアプリですね、これが容量が少ない時にアプリがなくなります。しばらく使ってないんだけど、実は使うアプリも取り除かれてしまって、後で探してインストールするのは面倒なんで、僕はこれは使いません。もちろん皆さんがそれでもいいということであれば、使っていただいて全然構わないと思うんですけれども、で、じゃあどうやってアプリのいらないものを削除するのおすすめはですね、こちらなんですよね。ここにですね、アプリの容量出てます。で、上の方のアプリほど容量大きいんですよ。だから上の方のアプリを削除した方が、効果が大きいんですね。1本アプリ削除しても消える量が多いですから。はい、でここにここでアプリこうやって見ると、ここからアプリを削除できるんですよ。取り除くとか、それから、削除と。で取り除くはアプリなくなるんですけども、データ保存されるんで、またインストールすれば使えるんですね。でこのアプリの場合は 1.97GB の全部で今容量を食ってますと。でデータは12MB がありますと。つまりアプリを取り除くと 1.97GB を解放されて 12MB が残りますと。これ 12MB だったら残ってもいいかなと思えば、アプリをこうやって取り除けばいいわけです。すると、iPhone の画面上、あ、ごめんなさい、iPad の画面上からアプリはなくなって、容量も減って、画面のアプリの数も減って、使い勝手が良くなります。でもまたこのアプリ使いたいなと思ったら、再度この雲のマークありますけど、インストールすればアプリは戻ってきて、今まで保存したファイルもまた利用できるということになるわけです。で、まあ、使わないゲームとかですね、こうタップして、はい、アプリを取り除けば、容量が節約できます。でも、二度とやらないなと思ったら、こちらの書類とデータというのも取り除いて、両方ですね、アプリを削除してしまえばいいわけです。はい、これで完全に削除ができます。iPad のアプリの整理の仕方を紹介しました。お役に立つ部分があればとっても嬉しいです。ちなみに
iPhone のアプリの整理の仕方も動画を撮ってますので、ぜひご覧ください。 iPad と iPhone やっぱりちょっと違うので、できたら両方ご覧いただければと思います。